よしよしよし。どうも、ついちゃんこと、ついなぞみです。ついなぞです。今回はですね、というか今日はですね、朝から本当にバタバタで、というのもちょっと、はい、コアちゃん来て。コアちゃん、こんなに今元気なんですけど、昨日のね、夜中ね、お熱が出まして、喘息がね、そうそう、ちょいちょい出ててね。そうそう。でもね、今はね、熱下がってよくはなったんですけど、まだお咳がコンコンと出てますね。今日は朝から撮影してて、すっごいものすごいバタバタしてて、バタバタだけど、今日はパパも出張で帰ってこないし、明日帰ってきます。テイもおばあちゃん家泊まりに行っちゃって、今日幼稚園だった。今日幼稚園じゃない、今日休みしたの。今日言ったじゃん、うん、今日でもコアはお熱出てたからお休みしたの。なんで、ね、邪魔しないでってば。これやだ。待って、何してたか分かんなくなっちゃった。もうオープニングなんだけど。とりあえずパパもいないし、セイもおばあちゃん家行っちゃったし、いないし、でノアも今日はダンスが遅くまであって、だからちょっと今までバタバタしてて、なんせ今もう6時過ぎてますが、ご飯も作れておらず、私はもう疲れ果てたっていうのと、昨日の夜コアが熱出したり咳込んだりでマジで寝てなくって、フルマックスで寝不足でしてですね、ユンケルを飲んでとりあえず耐えております。そんな感じの、まあ、夜もちょっと回してみようかななんて思ってカメラを回してみました。めちゃくちゃ長いオープニングだなって思ってると思いますけど、興味のある方は最後までご覧ください。それではスタート。辻チャンネル。今日はもうめちゃめちゃ暑いんですよ。半袖着てるからお分かりだと思うんですけど、お風呂も湯船は入らずにシャワー行きたいと思います。洗濯が終わってんのよね。終わってるかな。出るものは干しましょう。干しまくろうです。今日のご飯はちょっと待って、いろいろツッコミどころ満載かもしれないんですけど、今日のご飯はね、もうね、疲れすぎたので三つ星ファームさんのご飯を食べようかなと思います。さあ、そっちゃん。どういうこと。14種類もあると悩んじゃうよね。でもこれ確定で、はい、これ確定です。じゃあこれチンしてみよう、ね、500ワットで5分50秒、600ワットで5分10秒、切り込みまで開けて、はい、500ワットで5分50秒入れてください。そっちゃんが一人でできた。できるわ、そんぐらい。ご飯は入ってないんで、ご飯は炊いてあります。ふぅ、あ、ふわっと持ってね、ふわっと。もういいんじゃない？ねえ。いや。丸める。見て。丸めるまでで5分かかるから。そんなにかかんの？ママ何しようかな。ラザニアとヒアンニョムチキン。ノアトッコギだよね、多分。団子。やば。え、やば。やばくない？ママはナッツとほうれん草のこんがりラザニアと、贅沢にちょっと2個いっちゃいます。お野菜たっぷりのアジのさっぱりマリネ仕立てってやつにしてみる。めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂いだね。パッカタパー。なんてなんてなんて。おー、
味噌シフォーム濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ。イエーイ、贅沢ハンバーグ。野菜もお肉もちゃんと栄養バランスが考えられてるから、ママが作るご飯なんかよりも全然栄養価は高いと思うよ。いただきます。もめっちゃジューシー。今日はこのミートボールにします。うち兄弟4人いてさ、好みが違うから14種類あったらさ、好きなもの個々にさ選べるからさ、めっちゃいいね。子供も喜ぶメニューと大人が喜ぶメニューが全部ある。めっちゃいい匂い。俺やる、俺やる。いくよ。うん、うわー、めっちゃいいか。味噌シフォーム柚子風味ジューシー豚しゃぶ。イエーイ。ちょっとこれママにもちょうだい。なんでよ。あ、そんな感じ。あ、こっ、あ、うまっ。え、そうちゃんこれ大人だよ、ちょっと。いや、俺が食う。ママにあげた方がいいって。ねえ、食べたいから。これぜ、マジで美味しい。これママが超好きな味。うま、贅沢だよ、ほうちゃん2個も。うん、どっちがいい？ご飯が進む？どっちも？また違う匂い。ミートボールのトマトソースってやつ。じゃーん。うおー。これはコーヒー熱いからここに乗せるね。オッケー。カイシャンのワンプレートでございます。豚肉とかぼちゃのうま辛白味噌だよ。これうまそう。これは辛いから、やりのみつきよ。この2つで迷ってる。まだ食べんの？あと1個だけ。カイシャンの薬を準備します。喘息と鼻水のお薬なんですけど、粉をあんしてコアは飲めないんです。で混ぜて、はい、お、いっぱいになった。よいしょ。そして私のご飯、ママのご飯です。アジのさっぱりマリネ仕立て。おお、こんな感じのマリネ、おいしそう。もう一個ラザニアだからご飯はいいや。豚しゃぶうまそう。豚しゃぶ激うまだったね。じゃじゃん。ママ俺開けるよ。わあ、めっちゃおいしそう。これ何？ラザニア。私もいただきます。贅沢ご飯です。今日のご飯はもう何もフライパンもお皿も買わない幸せご飯をいただきたいと思います。今日タクもいないし、セイもいないし、たまにはいいよね。これがエビマヨ。エビマヨです。エビマヨ。今週本当に仕事も忙しくって、コアの体調も万全じゃなくってみたいな感じで、やっとこさ今日明日でピークは終わる。疲れちゃってさ、ママ。だからそんな時はいいよね。いただきます。まずマリネ。めっちゃ美味しい。涙出そう。なんで？作ってくれたご飯って感じ。めっちゃ美味しい。ママが好きな味。ラザニアとかマリネとかもそうだけどさ、本当にこれを一品作るってなったらめちゃめちゃ大変だし、ソラのそのエビマヨなんて絶対に作りたくないもんね。なんで？大変だから。すごい、ナスめっちゃでっかいの入ってる。めっちゃ本格的な味。ゴロゴロ具材が。私が選んだ2品はご飯なくっても全然満足できるぐらい具沢山。しかも野菜がめっちゃいっぱい入ってるよ。仕事とさ家事とか、まあ、育児とか両立をさすることがさ結構さ体力的にも精神的にもしんどいとかさ思うこととか絶対あると思うの。特にうちみんなね食べ盛りが多かったりすると、栄養面だったりとかボリュームだったりとかそういうのをさ考えないといけないじゃん。だからなんか常にさもう
献立を考えて買い物行ったりとか、まあ、作ったりとかっていう日々がさ常にあるわけじゃない。でもこうやってさそういう時のためにそのさ三つ星ファームさんを頼んでしまっておけば5分あればこれだけの栄養価の高い食事をまあ子供たちにも食べてもらえるし自分もね食べることができるからマジで今回に関しては頼んどいてよかった。ご飯作る体力を残せたかなってマジで感謝してる。マジで美味しい。自分が作ったご飯じゃないから心にも胃にも体にも染みる。一流のシェフの人たちが監修してくれてるらしくって60種類以上のメニューのレパートリーがあるから本当に飽きないで楽しめるよね。そういう楽しみも嬉しいね。栄養バランスが取れた低糖質商品なんだけど全てのメニューがカロリーが350カロリー以下なんだって。しかも糖質が 25g 以下なんだって。タンパク質が 15g 以上。こんだけボリュームがあってこんなに美味しいのにカロリーが350キロカロリー以下ってすごいなって感動してる。体を絞りたいとかシェイプアップしたいって人とかにもおすすめ。ターファンにもおすすめだね。筋トレしてる人とか。ちなみにですね実はこの三つ星ファームさんとの限定セットっていうのが発売されることが決定いたしました。この詳細は動画の最後のところで紹介するのでぜひ最後までチェックしてほしいなと思います。のあちゃん帰ってきたのでさっきねのあが好きそうなのがあったのよ。立てて冷凍することができるだから14食あってもかさばることがないっていうところもおすすめポイント。のあが多分好きであろうこの韓国風チーズトッポギとヤンニョムチキンいきたいと思います。のあちゃんのチーズトッポギとヤンニョムチキンができたので開けます。うん、わすごい。あ、めっちゃ韓国、めっちゃ韓国の匂い。トッポギですね。こんな感じ。ヤンニョムチキン、わお、ヤンニョム。めっちゃ好きそう。のあちゃんダンスから帰宅したのでこれとご飯かな出したいと思います。ご飯後の牛乳をします。全部やることが終わったらなんと明日がお休みになりました。明日何もないっていうのがめちゃめちゃ気持ちが楽。ゆっくり寝れたらいいね。先にポンちゃん任せてきます。おやすみ。おやすみ。猫あぶない危ない危ない危ないよ。元気になったね。よかった。ゆっくり寝よ。ただいまお風呂から上がり髪の毛を乾かし水を飲みます。寝る前っちゃ寝る前なんですけどこちらの三つ星ファームさんのしっとりっていうこのブラウニー食べて寝ます。疲れすぎてメンタルがやばい。何もせずに涙が出そうになる。やばい。すごいバタバタしてて、この動画を回ってるところはまだ余裕があるから回せてるっていう感じで、なんか動画が撮れてないところがすごく多くて、それがすっごいもうバタバタしてて、さっきもコアが寝た後に何回か泣いてたりとか、いっぱいいっぱいの時は動画を回せなくて、体力もそうだし。メンタルもなんかやばい。オーブンでも入れたら変わるかなと思って食べていきます。久しぶりになんかいっぱいいっぱいになってるかもしれない。子供の体調が
良くなかったりとか重なると結構きついね。その面で今日はご飯はすごい楽をさせてもらったから、これでご飯も作ってたら私泣いてるかもしれん。もう訳も分からず涙が出るみたいな。だいぶその新生活っていう面では慣れてきたんだけど、その新生活が慣れる前にこう仕事がガッて入ったのが結構ね来たなっていう感じ。お仕事があるのはすごく嬉しいことなんですけど、ギュッとなりすぎてていう感じですね。今日タックいないんだけど、さっき電話来てちょっとなんかすごい冷たい態度取っちゃったなって後々反省してたりとか、学校系がマジで本当に忙しくて、もう手紙とかもそうだし、スケジュール管理から何からもうバラバラだから、本当になんか改めて大家族のママさんたちを本当にすごいなと思って、私のその頑張る源の一つがその大家族のお母さんの YouTube を見るっていうことなんですけど、私のね動画を見てすごい頑張れますって言ってくださってる方がいるように、そう私もそういうなんかすごい、私なんかよりも全然はるかにすごいお母さんいっぱいいて、そういう方の動画を見てそう、もう何言ってるか分からん、もう何言ってるか分かんないけど頑張ろうって思ってて、だから今それこそメンタルがやばいから、元気の源になる大家族の YouTube を見ながら寝ようかなって思って、よくわかんない感じになっちゃったんですけど、人間だものっていう、人間だものこの気持ちのね浮き沈み誰だってあります。バタバタしてたんですけど、やっとこさ今日で落ち着くかなっていう感じが見えたので、ちょっと本当に気が抜けちゃったの今だから、ちょっともう涙出そうになってんだけど、でもここで気を抜いたらやばそうだから、気を張る意味でも YouTube を撮影なんかできたらいいなっていう、明日のねまあできたらって感じですけど、やろうかなって思ってる、自分のためにも。私も布団に入りたいと思います。おやすみなさい。はい、ということで今回はですね、とある日の夜の過ごし方だったんですけど、ちょっとこの日は家での撮影が立て込んで入っててバタバタしてたっていうのプラス、ちょっとその前の日の夜にコアが急に熱を出したりとかしてて、でその前から喘息とかも出てたんですけど、体調を壊していたりとかしてちょっと結構バタバタしてたので、動画的にね今までになかった夜のルーティンになったかもしれないんですけど、とりあえず一本の動画になってよかったなぁとほっとしております。今回ですね、ちょっと皆様にちょっとしたご報告がございます。動画内で私が夕飯に食べていた三つ星ファームさんの冷凍食品なんですけど、なんとたっぷり14品とスイーツがついてくる限定セットが発売することになりました。三つ星ファームさんはですね、毎日子育てで忙しいママさんやパパさん、そして仕事が忙しくて外食とかコンビニご飯になりがちなサラリーマンの方だったりとか OL さんだったりとか、そんな方々にとってもおすすめなものになっております。夕飯準備をしてる時にちょっとお話ししたと思うんですけど、仕事もあって家のこともやらなきゃいけないっていう対応に、ね、追われちゃってる日っていうのが誰しもが必ずねあると思うんですけど、その時にですね、こちらの三つ星ファームさんの冷凍食品がおすすめです。なんといっても5分でできてしまうので、しかもとっても美味しくて栄養も豊富。料理するとフライパンだったりとかお皿だったりとかこういろいろ使ってね洗い物が増えちゃったりするんですけど、そういう洗い物もないっていうところがすごく楽ちんポイントなので本当におすすめです。もちろんね、忙しい日っていうのに限らず、ちょっと今日夕飯作りたくないなとか、もう自分自身が体調が優れなくて、ちょっと夕飯作る元気ないなっていう時とか、逆に、今日は何もしないって決めたご褒美の日としても、
おすすめできてしまうんですけど、まあ私的にはなんといってもね、5分で美味しいご飯が食べられるっていうところが本当に良きなポイントかなと思います。ぜひ皆さんに食べてほしいなって思っていますので、皆さんに限定セットを14食ちょっと紹介させていただこうかなと思います。いやーん、こんな感じでもう三つ星ファームさんになっております。一個ずつ紹介していこうと思います。濃厚トマトソースとチーズの贅沢ハンバーグ、幸せタルタルの国産サーモンフライ、プリッと甘々特製エビマヨ、ナスとほうれん草のこんがりラザニア、タンドリー風スパイシーチキン、韓国風甘辛ヤンニョムチキン、彩り野菜とスパイシーケイジャンチキン、ロールキャベツの優しさ豆乳スープ仕立て、牛の旨味染み渡るキーマカレー、お野菜たっぷりアジのさっぱりマリネ仕立て、特製スペイン風ミートボールトマトソース、旨辛がたまらない韓国風チーズトッポギ、豚肉とかぼちゃの旨辛白味噌だれ、柚子風味ジューシー豚しゃぶ、以上14品。そしておまけで糖質が 40% オフされてるしっとりブラウニーになっております。こんなにいっぱいプラススイーツも入っていて、初回 51% オフ、しかも送料無料なんだって。こんなにさ、いっぱい商品があるのに半額以下ってやばくない？これはね、あの1食あたり税別587円相当になるらしく、1食あたり600円かからないってとこがすごくないですか？外食とかしたら安くてもまあ1000円ぐらいいっちゃうかなって。なのにこんなに14食プラススイーツまで入ってこのお値段っていうのはめちゃくちゃお得かなと思います。14食限定セットをご注文された方にはなんとですね、2回目以降の購入も 39% オフになって、しかもその後もずっと 39% オフを適用してくれちゃうんだって。それにこれはですね、入会金、年会費、解約金なし、商品の受け取り日時指定が毎回変更可能、食品の購入がいらない時は簡単にスキップすることもできちゃって、自分のねペースで利用することができちゃうんだって。配送頻度とか1回にねお届けする個数も自由にね変更できちゃうっていうところがおすすめポイントかなと思います。購入方法もすごく簡単なので、ちょっとここで購入の仕方を説明させてもらおうかなと思います。まずはですね、三つ星ファームさんのサイトを開いてもらってスクロールしていくと、特別セットを購入するっていうボタンがあるので、そちらをタップしてください。簡単に注文することができちゃいます。三つ星ファームさんの限定セットはですね、期間限定、数量限定、初回送料無料になるんだけど、このキャンペーンはここにですね、キャンペーン開始日からキャンペーン終了日までになっております。本当に美味しくておすすめなので、このね機会を逃さないで、ぜひお得に美味しく食べてみてほしいなと思います。この詳細は概要欄の方に貼っておきますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、今回はちょっと本当にあのバタバタ、そして 手を抜いたっていうんですか、ちょっと楽をしてしまった夜ではあったんですけど、まあたまにはこういう動画もありかなと思いまして、調子の悪い日の動画はなかなか撮るの難しかったりはするんですけど、まあ手を抜く時の動画だったりとかっていうのは結構私もあったりするので、そういう動画もね、まあ、好評だったら撮っていこうかなと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。私はブログとインスタ、 TikTok とアンジュシャルムとパセリとイリュン、そして骨盤ベルトも発売になっておりますので、ぜひそちらも概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。